その辺りもよく知られています。海外進出の空洞化ですね。これ空洞化というのはどういうことかのなのかということなんですけれども、一部の市場にですね、たくさんの企業がですね、進出同時に進出することでですね、その市場の飽和ですね、それが競争が激化すると、でそこからですね、産業の空洞化の問題が生じるということがありますので、やはりですね、需要と供給のバランスが崩れて、価格競争とかですね、利益率の低下、これはですね、海外進出に限らずですね、ビジネスというのは、USP ですね、差別化を圧倒的にして、あなたしか提供できない、あなたの会社しか提供できないというものを見つけてですね、そこで戦うと、で楽に戦う、ブルーオーシャン的なですね、戦い方というのを僕もコンサルではお勧めします。ですので海外進出ではなおさらですね、ここは活かせるのかなと。ライバルが少ない分ですね、USP を明確にすればやっていける、しっかりやっていけるというふうに思います。そのサポートします。